ニュースポストセブンです。グループ脱退後に注目です。5月22日をもってキング&プリンスを脱退した平野紫耀さん、独立後の活動については明らかにしていませんが、目下の希望を打ち明けていました。周囲には1年は休みたいと話しているという平野さん、芸能関係者によると充電期間を経て今までと違う姿をファンに見せたいと張り切っているようですとのこと。独立を後押ししたという平野さんの弟さんをはじめ、ご家族もバックアップする意向だそうです。ニュースポストセブン。